まさか山頂に洞窟があったなんて驚きだよ。しずくちゃんのおかげだね。そんな、つかさんが甘い香りがするって言ってくれたからですよ。ありがとうございます、つかさん。お宝、絶対に見つけようね。はい。あぶり出しによると、この先にお宝があるみたいです。あ、もしかしてあれじゃない？おお、いかにも宝箱っぽいものが置いてあります。地図とも合っていますし、あれがお宝で間違いありません。でも、こんなわかりやすい感じで置いてあるの、ちょっと怪しいね。はい、何かの罠かもしれません。気を引き締めましょう。わかりました。では、開けます。よいしょっと。あれ？中に入ってるの、これだけ？草の束しかないよ。あ、これ薬草です。薬草？でも、どうしてこれが宝箱に入ってるんだろう。この薬草は今でこそ大した価値はありませんが、大昔はとても貴重なものだと言われていたんです。なるほど。昔の人にとってはお宝だった。もしかしたら宝を見つけたことで何らかのトラップが発動したのかもしれません。まずいです。この辺りの天井も崩れてきています。みんな落ち着いて。地面もひび割れてきていますし、急ぎましょう。しずくと花代を引っ張り上げますよ。